はい、はじめまして、スタンミと言います。今回は世界で一番盛り上がっているゲーム、リーグオブレジェンズについて解説していきます。リーグオブレジェンズ、略してロールですね。世界一盛り上がってる盛り上がって言われているこのゲームですが、どれぐらい盛り上がってるのか気になる人たくさんいると思います。2014年1月の公式発表時点で、アカウント総数7000万、1日のプレイヤー数が2700万人以上、平均同時接続は300万人を超えたそうです。まあ、この時点でやばいっすよね。じゃあ次にこの画像を見てください。この画像の中でリーグオブレジェンズの大会の画像はどれでしょう。はい、これまあ全部ロールの大会の画像ですね。まあ、右上と左上、これ1年で開かれるロールの大会で一番でかいやつなんですけど、 WCS って言って、これサッカースタジアム借りて有料でですよ、4万人ぶち込んでパソコンゲームの大会するんですよ。日本じゃ本当に考えられないですよね。まあこのリーグオブレジェンズ、なぜこんな人気になったのか。まず一つ目が無料というところですね。無料でできます。課金する必要は一切ありません。俺このゲーム始めて2年ぐらい経つんですけど、5000円しか課金してませんね。この5000円の課金っていうのもキャラクターの外見です。スキンって言われるものですね。それキャラクター自体の性能が変わるってことは一切ありません。これが1つ目、無料でできる。そして2つ目、チャンピオン数の多さ。ゲームが始まる前に使いたいチャンピオンを選べるんですけど、2015年4月の時点で使えるチャンピオン数124体います。124体もいればお気に入りのチャンピオンが見つからないはずがない。選び方は何でもいいです。このチャンピオンの顔がかっこいい、かわいい、このスキルの爽快感が好き、友達がこのチャンピオンが強いと言っていた、何でもいいんです。なぜかというと、この124体のチャンピオンがいると言いましたが、ほぼ全員強さが変わりません。使い手次第です。ここがロールのすごいところですね。バランスが非常に取れてます。自分の性格やゲームのプレイスタイルに合ったチャンピオンが必ず見つけられる。2つ目ですね。3つ目、ランクドシステム。ランクドというのはゲームモードですね。全世界1000万人以上が参加しているゲームモードです。自分の実力が世界でどれくらいなのかっていうのが明確に分かりますね。どういうふうに分かるかというと、このティアーというもので分かります。下からブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナ、ダイヤモンド、マスター、チャレンジャーです。この一番上のチャレンジャー、上位 0.02% とか 0.01% の世界です。もしチャレンジャーになって日本のプロチームに応募すれば、相当の肝をたくコミュ障じゃなければ入れてくれると思います。少し英語ができたら、もしかすると海外の有名なプロチームからオファーが来る、そんなレベルです。チャレンジャー、俺ならいけるんじゃねえかみたいな自信がある人、チャレンジしてみてください。ランクド、まあこの3つがロールがここまで熱く人気になった理由だと俺は思います。で、今のを聞いて
ロールをしてみてと思った人。次はゲームのルールについて説明します。はい、それでは基本ルールの解説をしていきます。まずロールの試合はこのマップで行われます。サモナーズリフトですね。青チーム、赤チームに分かれた5対5のチーム戦です。何をしたら勝ちで、何をされたら負けなのか。自分が青チームだった場合、敵の赤チームのネクサス本拠点をぶっ壊せば勝ち。青チーム、自分のチームの本拠点ネクサスをぶっ壊されたら負けです。しかしこのネクサス、いきなり攻撃できるわけではありません。マップに3つの細い道が見えると思うんですけど、これ上からトップレーン、ミッドレーン、ボットレーンと呼びます。このレーンにタワーと呼ばれるものがあるんですけど、それを手前から順番に壊していかなければネクサスを攻撃することはできません。仲間と協力し、どんどんタワーを折っていきましょう。それでは実際にゲームをしてみましょう。はい、今回はブルーチームですね。今敵のレッドチームでも5体チャンピオンがスポーンしました。俺が使うチャンピオンはこいつ、ロル1番のイケメンエズリアルくんです。ゲームが始まって一番最初にすること、買い物です。このGさんからアイテムを買うことでチャンピオンを強化することができます。最初は全員が475円お金を持っています。ケチらず買えるだけのアイテムを買っていってください。次にすること、スキルの選択です。初期設定でスキルボタンは QWER になってます。今全スキルがレベル0の状態ですね。使用するには画面の下の方にプラスボタンが3つあります。このプラスボタンを押すとスキルのレベルが1上がります。とりあえずは9を取ってみてください。移動は右クリック、左クリックはスキルの発動に使います。それではミッドレーンに向かってみましょう。真ん中を過ぎると敵のタワーがありますね。早速さっき説明したようにタワーに攻撃していきます。タワーの攻撃にやられてしまいましたね。今見てもらったように育っていないチャンピオンたちは超雑魚です。チャンピオンを育たすには何をすればいいのか。ミリオンを倒していかなければなりません。ミニオンとは雑魚兵ですね。しばらく待っていると両チームのネクサスからこのように湧いてきます。ミリオンたちはトップレーン、ミッドレーン、ボットレーンを歩いていき、敵ミリオンと激突します。敵ミリオンが死んだ時、近くにいると経験値がもらえるのですが、敵ミリオンに自分でとどめを刺すと経験値プラスお金も手に入ります。なのでどんどんミリオンを倒していきましょう。レベルが上がりましたね。さっきは急のスキルを取ったので今まで使えなかった W か E のどちらかのスキルを取りましょう。ミリオンを倒すという方法の他にもう一つチャンピオンを育たせる方法があります。敵のチャンピオンを殺すことです。
敵チャンピオンの体力が減っています。チャンスです。一気に畳みかけましょう。殺しました。敵チャンピオンを殺すとミリオン20体分のお金と経験値が一気に手に入ります。殺せるチャンスがあったらすぐ殺してください。敵のチャンピオンを殺したので敵のミッドタワーがガラ空きですね。削っていきましょう。タワーの攻撃はミリオンを最優先で狙います。タワーを殴るときはミリオンを先に行かせましょう。敵のミッドタワーを割りましたね。お金も貯まっているので一度自陣に帰って買い物をしましょう。 B ボタンを押すとリコールといって自陣にテレポートできます。これで敵に与えるダメージも上がったしタワーを割るのも早くなりました。そのままミッドを押してもいいですし、トップ、ボットの味方を助けるという選択肢もあります。仲間と協力してタワーを割り敵ネクサスを破壊しましょう。今のが超ざっくりとしたロルの試合の流れです。もっとロルの素晴らしさを伝えたいところなんですが、なるべく動画を短くまとめたいのでここら辺で終わっておきます。一度やってみてください。世界がロルにこれだけ熱くなっている理由がわかると思います。ロルを始めるときは友人とすることをお勧めします。最後まで見ていただきありがとうございました。次回は各レーンの役割や立ち回り方などを説明していこうと思います。よろしくお願いします。